さてさ、ショコレでございます。ちょっと聞きたいんですけど、ハロウィンっていつなの？今もう撮影日ちょっと日付変わっちゃった30日の深夜1時なんですけど、なんかね、29日の朝のニュースだから28日でしょ。28日にこんなすごいことにみたいなニュースもあるし、かといってね、なんか夕方ぐらいのニュースでは寒いから仮装する人は気をつけてとか言ってたし、僕の中では10月末のイメージなんですけど、ちょっとよくわかんないですね。東京では渋谷ですか、神奈川では川崎、多分いろんなところで盛り上がるんでしょうけど、ゴミ問題とかね、いろいろとまだありますからね、難しいんですけどね。ちょっと全然関係ないんですけど、そのゴミっていうので今ちょっと思い出しちゃったから一個動画にしようと思うんですけど、もうショッピングでも何でもいいんですけど、雨が降ってきてコンビニで傘を買うじゃないですか。65センチとか70センチって結構でかいですよね。600、700円ぐらいしたんですよ。それを買って、だけど傘を買って万全の対策ができたにもかかわらず、できるだけ雨の降っていない場所というか、降水量の少ないところを歩きたくなるのが多分人間の差がなんですよ。ザーってすごい中をこう歩くより、ちょっとポツポツぐらいのところを傘を持っていても歩きたいっていう衝動に僕は駆られてしまって、その傘を買って 2,3 分歩いてビルの隙間に入ったんですよ。そしたらまあビル風っていうものがね、強敵としているわけですけど、こう刺していてバッってなって綺麗な扇形になったわけですよ。子供の頃とかよくやりましたよね。扇形になってしまって、そこまではいいんですよ。学生の頃、小中学生ぐらいの時にその扇形を直す術はもう習得済みなんで直せるんだけど、こうバッてなったこっちから吹いてきた風に対してのこの針金が一本ボキッて折れてしまって、つま先にちょぽんってついているビニールを張っているところも取れてしまって、なおのことこのピロンってなってるところが折れちゃってるわけですよ。その時は確かそっから7、8分ぐらいかな、かけて駅に向かうんですけど、やっぱり駅の近くっていうのはいっぱい人がいますし、みんな傘を差してるわけですよ。そんな中ね、僕は傘を持ってるのにもかかわらず、あたかもこう格好をつけて傘いらないしみたいな感じで歩いてるように見えてしまう自分が非常に情けなくてね。多分僕とすれ違った人はみんな、あの人傘さしてない、あの人傘さしてないんだけど、いやこんな雨降ってんのにあいつカッコつけてるとかさ、多分そういう風に思われてるんだろうなって思いながら歩いてたんですけど、一人一人にね、いやちょっとすいません、あのこの傘さっきこうなってあなったんでとか言えないから、非常に辛い思いをしたんですけど、傘ってすぐ捨てれないじゃないですか。なんかね、コンビニとかでゴミ箱を用意されてますけど、そこに傘全部入んないしさ。だから結局もう壊れた傘をずっと持ち歩いて家に帰りましたけど、なんかありません？そういう時皆さんどうなんでしょうね。すぐ買った傘が壊れたとかさ、別に傘に限ったことじゃないけど、物だったり機械っていうのはね、買ってすぐ壊れるケースっていうのも中にはあるじゃないですか。だから僕はまだそれが傘だったからよかったけど、もっと非常に高いものを買ってね、ああ壊れちゃったよっていうこともあると思います。それが故意に壊れた時と自然に壊れてしまった時、いろいろあると思うんですけど、どうですか？今ポロッとハロウィンっていつなんだろうっていう動画を撮りたかったんですけど、ハロウィン、ゴミ問題からの僕が経験したゴミ問題ね、ちょっとそういう話になってしまいました。今までこうやって部屋で撮るときは T シャツだったんですけど、さすがにもうスウェットを着ています。体調管理非常に危ういと思いますよ。気温差激しいでしょう。あ、なんかもう体調がおかしいな。風邪の引き始めかな。熱濃度鼻にはルルが効く。だけどその前にもう職場でもどこでも道端でもすぐに安静に横になってください。はい、ではちょっと、内容がないお話だったんですけど、ショーコルでございました。また明日。